へえ、すごい綺麗。これはもしかして左の。爽やか湖西店、開店前11時前に来たんですけど混んでますね。ソースはオニオンとデミグラスそれぞれでいいね。でライスでいいの？ライスでいい、うん、美味しかった、ごちそうさまです。ほらようこそ豊橋へ。愛知県に入りました。さらに進んでいきます。パロヨって感じ。トヨタヨだよ、トヨタヨ。あ、トヨタミか。あ、トヨタミしてるわ。終わり、終わり温泉、終わり温泉で終わりだからあれだね。終わりの国の終わり。入ったのかな。あ、入った。あ、ここが、あ、この、ここが三重県、うん、この橋で、え、そうなのかな。そうじゃないの。三重県入りました。ホールだからなんかイオン寄っとく。行く行く。あれどこだっけ。あれここ、ここみたい。ピンって書いてある。読んで夕飯を買います。峠を越えて滋賀県に入りました。正確に言うと一乗やキャンプ場って言って、一って数字の一で、乗は乗は乗って竹って字、背丈の竹、簡単なこう書いてこう書いてあるでしょ。乗で、やは野原の野で、一乗やキャンプ場、あ違う、一乗や駐車場かに止めたいの。あれここはなんか右なのかな。間違えた。間違えてない。大津市に入るよ。大津市に。大津市、大津市にあるのかな。知らない。それじゃあスタートしていきます。出発します。こちら、落ち ヶ滝に向かっていきます。すごい綺麗。よいしょ。岩とシダがたくさんあるとこです。落ち ヶ滝の分岐です。ちょっと落ち ヶ滝見てみたいので、ここ落ち ヶ滝見てからまた戻ってきます。落ち ヶ滝、沢沿いを登っていく、とっても楽しい登山道ですね。いや気持ちいいです。わあ、落ち ヶ滝、ああ到着しました。落ち ヶ滝です。すごい、すごいね。うん、いやこれ立派。なんかあれ、カバの口みたい。カバの口みたい、上にいるの。
や、すごいよ。すごいな。いや、これはな、あんまないよね。先ほどの落ヶ滝の分岐の地点に戻ってきました。それでは景観山天狗岩方面登っていきます。適度なハードさがあってとっても楽しいです。はあ、すごく最高に綺麗です。ここいいとこ、最高だな。コンジャルプス、こちらの砂はこういう白い砂なんですよね。岩が削れて白くなってるんでしょうか。とても綺麗です。ここめちゃくちゃ楽しいです。私こういう岩のとこあんまり得意じゃないんですけど、こちらの岩はとても私には歩きやすくていいですね。なんか滑り台みたいな感じの面白い。こちら景観山方面向かっていきたいと思います。景観山491メートル到着しました。こけながら三角点です。タッチ、ここはちょっと休憩するって感じじゃないな。それでは登ってきた方向に帰っていきます。今ですね、定観山まで登ってくるときにすごいノリノリな欧米人男性2人とすれ違ったんですが、この先になんか有名な岩はあるんですよみたいなことを片言で言われたんで、あ、有名な岩あるんですかって聞いてみたら、いや僕らが聞いてるって言われました。てっきり疑問文じゃなくてそういう有名な岩があるよって教えてくれてるものだと思ったので、疑問文を疑問文で返したら突っ込まれちゃいました。この定観山にそれるこちらの地質の方はなんか奥多摩や奥武蔵の地質になんか似通ってますね。ここら辺はなんか違和感なく、今奥武蔵を歩いてるって言ってもなんかそれはそれで不思議ではないかなと。さっきの分岐まで戻ってきました。今度は天狗岩方面、さっき言ってた天狗岩、多分有名な岩ってこの天狗岩なんですね。これを聞かれたんですね、多分。天狗岩方面向かいます。この山は奥武蔵とまた違って楽しいですね。本当この白い白い砂もでもいいですよね。楽しい。そこと根性あるっす。天狗岩。もう、30 minutes。いやいや。町の向こうに琵琶湖が見えてますね。あれは琵琶湖だと思います。すごい。まだ聞こえるさっきの。うん、楽しそう。また地質がさっきの楽しい地質に戻ってきましたね。ここからちょうどさっき登ってた定観山が綺麗に見えますね。あそこが定観山山頂です。おそらくあそこが天狗岩だと思います。あそこまで行くのはなかなか険しいのではないでしょうか。すべてがなんかもうダイナミックすぎてすごいですね、はあ、奥武蔵にはないすごい眺めですね。立った石がボッコンボッコン出てて、奥に市街とさらにその奥に琵琶湖が大きく浮かんでます。そしてその奥に見える山は何でしょうね。天狗岩に人が、あそこが天狗岩みたいです。プンさんは登れるんでしょうか。
すごいですね。こういう岩を一個一個登っていく感じみたいです。楽しいですね。どうやらみんなここでデポして登ってるみたいですね。一応ここが天狗岩、天狗岩です。グローブはした方がいい。じゃあここが天狗岩みたいですが、その実際岩はこれか。あれが天狗岩です。文さんもチャレンジするようです。じゃあ登ります。いやいやいや、掴むな鎖だよ。大丈夫。すごい景色だ。いやいい景色です。吸い込まれそうな。おじさんが角っちょに立って怖いです。こちら天狗岩の上です。ここまで頑張って登ってきました。フルーツサンドでちょっと天狗岩で休憩します。分さん無事登れてほっとしています。コーヒーとなぜかイカ軟骨、イカ軟骨。意外と合わないことないか。じゃあ天狗岩下ります。プンさんも無事下山できました。それでは先に進んでいきます。次は耳岩。さっきいた天狗岩ですね。あれ、ここは耳岩です。おじさん登ってますね。景色いいんですかね。おじさんが登った岩は耳岩なんでしょうね、きっと。それでは白石峰向かいます。こちら白石峰到着しました。それでは竜王さん約20分 500m ですね。進んでいきます。こちら蛇和菓子観音となってますね。こちらの観音様がお茶を沸かしていただけるんですかね。竜王山604.7m 到着しました。イエーイ。ほう、ここから先ほどの天狗岩見えてますね。白石峰に戻ってきました。重ね岩です。ほんと重なってますね。これこちら国見岩ですね。こちらからはまた眺望がいいです。ちょうど高速道路ですかね。なんでしょう、あれ自動車が通ってますと。こちら駒坂の仏様ですね。すごい大きいですね。石仏です。崖仏、なんとか外仏、崖仏なのかな。分岐に来ました。上木流バス停方向に進んで帰りたいと思います。今林道通ってますが、手前で通行止めだったんですけど、人間は通れるって言ってたんで来たんですけど、すごいですね。やっぱりこれは車は完全にダメですね。人間は端から気をつければ行っていいようです。気をつけて。なんか下山中のルートに逆さ観音っていうところがちょっとそれるとあるみたいなんですけど、
一応計画に引いてないんでちょっと今回は行きませんが、ネーミングがすごい気になりますよね。逆さ観音、ちょっと帰って調べたいと思います。駐車場まで戻ってこれました。過去にはすごい伐採をしすぎて山が剥げちゃってこんなになっちゃって、氾濫とかで大変な思いをしたみたいですね。今は緑も復活してだいぶ環境へも優しい山になったようです。お世話になりました。お世話になりました。混んでる、なんでって感じですね。ラーメンをやってるの？10時か5時。ずっとやってる、これやってないの？カルビ丼はやってる。さっちゃん、さっちゃん。京都関東。あ、ここ行っちゃった。あ、餃子の店ある。あ、ここ一番言ってた。あれがあるじゃん。カツヤあるよね。カツヤ。その場合なんですけれども、2名で泊まろうと思ってまして、こちらの道の駅で購入した夕ご飯を食べます。おやすみなさい。皆さんおはようございます。今日も元気にやっていきます。埼玉が懐かしくなってきたんで、ヤオコーで買った吉川のラーメン食べます。おー、いただきます。お世話になりました。